はい、皆さんこんにちは、サンジェです。今回は桜を飛ばそう第3弾ということで、桜の花びらを使ったワイプの作り方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回すごい簡単なチュートリアルになるので、ぜひ試してみてください。ということで早速作っていきたいと思います。第1弾の方でも作ったこういった桜の花びらをこうパーティクルでつけた、これは全部パーティクルというエフェクトで作ったものになります。のこの1カット目から女性が振り返るカットに乗り換えていくっていう映像を作っていきたいと思います。ではですね、まずそれぞれのカット、今この A から B って分かりやすく名前をつけておきます。この1カット目には頭に A ってつけておきました。これ全然皆さんが自分で作りたい映像に合わせて変えていただいて大丈夫です。とりあえず B をウーマンとしておいて、それぞれちょっとコンポジションにしておきましょうか。こういった感じで今コンポジションでこの A のカットと女性が入ってくる B のカットですねをコンポジションで分けました。中に女性の振り返るカットをこうやって入れておきます。振り返りまでがちょっと時間かかるんで少しずらしていきます。これちょっと後でタイミングとかは調整すると思うんですけど、一回こうしておきますね。で、要は今それぞれ乗り換わり用の A のコンポジションと B のコンポジションができました。では実際に乗り換わりのアニメーションをつける、トランジションの乗り換わり用のコンポジションですね、それを作っていきたいと思います。コンポジションの名前、桜ワイプとしておきましょう。桜ワイプコンプとしておきます。ドンと。で、1カット目ですね、この桜が落ちているところと。で、ちょっとまた後で調整してはいくんですが、この女性が振り返るカットですね、振り返るカットという感じです。ちょっとこのタイミングとかはまた後ほど調整するので、一回女性のカットはオフにしておきます。はい、では桜のワイプを作っていきましょう。この花びらの画像を使います。ワイプ用に 2000×2000 大きめにこの桜の花びらを切り取った桜としておきましょう。桜の花びら用のコンポジションを作っておきます。この中に桜の画像を入れていただいて、どれかこう好きなというか、どれか素敵そうな桜の花びらをこれにしましょうかを選びます。で、こういった感じでペンツールで切っていきます。これに関してはこうチク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 切っていくという感じですね。こんな感じで切り取りできました。はい、で、ですね、アンカーポイントをこの真ん中に持っていきます。アンカーポイントツールはこのペンツールとかの隣にありますね。この中心点ですね、中心点。これを桜の真ん中に持っていって、このコンポジションいっぱいいっぱいにしたいので、こうしておきましょう。大きくします。で、桜のアニメーションつけるにあたって、こう、整体になってた方が動かしやすいので、ちょっと回転して、こう、なるべく縦に綺麗に並んだようにした方がいいと思います。こんな感じですね。で、ちょっとマスクとかが甘いところがあるので微調整します。F を押すと、こうフェザリングって言って、このボケ足をつけれるので、少しフェザーをつけておきましょう。こんな感じですね。これで今、桜の花びらが、大きい花びらのコンポジションができました。これを使ってワイプをさせていきたいと思います。ちょっとコンポジション今、フル画面表示にしているので、ちょっとこれをですね、50% とか、あとはマウスのホイールとかでこうやってより引きできるので、ちょっと一回引いてもらっていいですか。これぐらいにしてもらって、これでワイプさせていきたいと思います。これが要は上からこう降ってきて、乗り換わっていく。この間に乗り換わっていくっていうことをやっていきたいと思います。では、早速やっていきたいと思います。ちょっと位置とかは後で微調整するので適当で大丈夫です。で、今回、この下のレイヤー2つは一回ロックしておきましょう。間違って動かしちゃうといけないんで。で、一回非表示にしますね。下のレイヤーは一回、レンダリング重くなってしまうので、今、真っ黒の背景に、この桜だけが出てる状態です。で、ここでですね、ここ、3D レイヤーにチェックを入れます。こうするとどういうことができるかっていうと、こういった感じで、これをこう、板みたいな感じで、こう、3D 的な感じで、こう、回転をかけることができる機能になりますね。これを使ってワイプをさせます。まず手前に倒します。そして Y 回転ですね、こういう感じで横にします。はい、
大丈夫そうでしょうか。そしたら今度ポジションですね、 P って押していただいて、一回 P を押していただいて、この端っこに持っていきましょう。端っこに持ってきて、ちょっとざっくりですけど、一回1秒、2秒ぐらいかな、2秒ぐらい送ってください。これちょっとアニメーション見ながら調整していきます。で、今度は、まあ、これ直接掴んでも大丈夫なんですけど、こういった感じで端っこに持っていくと。そうすると今、こういった感じのアニメーションができました。こうワイプしていく。で、まあ、なるべくちょっとできるだけ素敵な感じにしていきたいので、ここに回転をさらに加えたりしたいと思います。方向で、方向でこういった感じで、最初、少し、こう見えていて、ワイプしながら、ここがこう、スピンするみたいな、こういう感じですね。で、もう一回 U って押していただくと、こう、自分が入力したキーフレームが出てくるので、まあ、こういった感じで、ちょっと位置を調整します。なんて言うんでしょう。ちょっとこう、扇状にこう、ふわっとやってるような感じですね。こういう感じです。はい。と、ざっくり動き作りつつ、カメラの設定をします。まあ、カメラの設定をするのはなぜかというと、後でカメラの被写界深度のボケを使いたいからです。ちょっとここ難しいと思った方は、カメラの下りは無視しても大丈夫です。はい。でですね、今、ざっと大まかな、あ、ちなみにカメラの説明しなかったんですけど、ミリ数は35ミリとかにしておくといいと思います。で、今、ざっくりはもうこうやってワイプができたので、ちょっと微調整していきたいと思います。ですね、位置がちょっと斜め上から入ってきたりするといいと思うんで、一回こう斜め上にして、ふわっと、こういう感じですね。こう、うちわで仰ぐみたいな感じで、ふわっと、こうなって、で、この最後のキーフレームのところにまたカーソルを持っていくと、軌道の修正がこういった感じで簡単にできるので、こういう感じで、ふわっと。自分で口で言っちゃってるんですけど、ふわっとこういう感じでできますと。で、さらにこの軌道とかって、実はこのペンツールの頂点切り替えツールとかで、こういった感じで少しこう斜めに柔らかい感じのカーブにすることもできるんですね。まあ、こんな感じですね。ふわ。こういった感じで調整していくと素敵な感じになります。ちょっと動きの感じとかはぜひ皆さんいろいろトライしてみてもらえるといいかなというふうに思います。でですね、今度、こちらにモーションブラをかけるとこういった感じでふわっと動いたような感じが、さらにブレとかが出るのでモーションブラもかけてみてください。で、さらにですね、まあちょっとあんまり効果そこまでないんですけど、この被写界深度ですね、目の前にこう手前に物が通ってるので、少しこう手前の物をぼかしたいと、こう今全部フォーカスが綺麗に合いすぎちゃってるので、そこを調整していきたいと思います。はい。そのためには、ですね、フォーカスの合う距離を調整したいんですが、トップビューですね。トップビューで、フォーカスが合う距離を、このカメラオプションの中から、フォーカス距離をこの奥の方にしておきます。ここの部分にフォーカスがあるので、あえてこの花びらの部分はフォーカスが合わないようにしています。とですね、あと絞りの部分ですね。トップビューからアクティブカメラに戻して拡大してみると、今この被写界深度をオンオフをするとこういった感じになってます。まあ、もしくはエフェクトのカメラブラのレンズとかでやってもいいと思います。ちょっとお好みで。はい。ですね、こんな感じで今花びらのワイプができました。こういった感じですね。ちょっと手前を通ってボケてるワイプが、溶けてる桜がこう手前をこうふわっと通るような動きが出来上がりました。でですね、これでもうほぼほぼできております。下のレイヤーを表示させましょう。今ちょっとカメラのことを一回無視していただいて、こういった感じで花びらが通ったら声が切り替わるようにしたいということなので、この花びらが出始めているところですね、ここからアニメーションが始まっているので、ちょっとタイミング、一回じゃあ4秒目ぐらいに合わせましょう。合わせて、で、この下の方の女性が振り返るカットですね。これもじゃあ4秒目に合わせましょう。こういった感じで、ここでワイプしていくと。で、やり方は簡単で、もう単純にこうマスク切っちゃいましょう。桜のレイヤー、このワイプで使ってる桜のレイヤーは間違って動かしてしまわないようにロックかけておきましょう。
では、この B の女性のカットにマスクを切っていきたいと思います。ペンツールでこういった感じでまず真ん中あたりで切っちゃいましょう。こんな感じですね。はい。で、忘れてはいけないのがマスクパスのキーフレームをオンにしておきましょう。で、ちょっと戻します。あとはもうほんと手作業になるんですけど、こういった感じでペンツールでここのこういった感じで桜の部分の、まあ、真ん中あたりで切っていくと、こういう感じですね。桜で隠れている部分から乗り換わっていく、こういう感じですね。戻していって、こういう感じですね。送っていくとこういった感じで桜に合わせてこうワイプが動いていって、ここの桜のラインをこう沿うような感じで絵が切り替わっていくと、こういう感じですね。ほっほっほっ、もう少し、はい、ゆっくり送ってみるとだいたい大丈夫そうですね。で、ちょっとここはマスクが硬くなってしまうと切れ目がこうパキッと出てしまうんで、こういった感じでパキッと出てしまうので、ここのマスク自体もフェザーで柔らかくしてしまいましょう。こういう感じですね。ここの輪郭の部分にボケ幅をつけることで、今これ一回わざとゼロにするとちょっとやっぱ切ったところでどうしても硬く見えてしまうので、30から50ぐらいですかね、ちょっとここは柔らかいマスクになるようにしましょうと。はい、それで見てみるとこんな感じです。桜の花びらが落ちてきて、花びらの動きでワイプする、こんな感じで素敵なワイプを作ることができました。で、ちょっと桜の色が他の花びらに比べてピンクすぎるので、ちょっと最後色味だけ調整しましょう。色調サイドから自然なサイドを使って、ちょっとかなり白っぽい花びらなので、かなり多分ここのシーンだと白くていいと思うんで、こんな感じですかね。うっすらピンクにして、はい、こちらで完成です。素敵な花びらのワイプが出来上がりました。とても簡単なんですが、まあ、すごく印象的なワイプとして使えるので、ぜひ覚えておいてください。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。桜をたくさん飛ばそうシリーズということでやっております。また次回第4弾ということで、桜をとにかく増やすをやっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。サンゼでした。ではまた。